はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはこちら。はい、はい、ジャンプを買うとね、応募券がついて、応募券というかね、これ応募者全員サービスというか、応募者全員購入できるやつで、購入しました。ワンピース、ワールドコレクタブルフィギュアソロ&チョッパーということでね、はい、こちら、なぜか知らないけどね、ソロとチョッパーっていう組み合わせ、これはなんでだろう。はい、こちらをね、ちょっとね、ジャンプをわざわざ買ってね、応募券を貼って送って、今日代引きで届きました。はい、なのでね、早速、開封してね、見ていきたいと思います。ちゃんとね、これね、ここそこにね、非売品って書いてあるんですよね。応募した人にしか買えませんよっていうことですね。はい、はい、ということでね、もう早速ね、もう開けたんです、袋。はい、あ、袋は開けてねえよはい、こういう感じでね、入ってますね。はい、はい、こういう感じでね。じゃあ早速ね、袋から取り出して、ちょっとね、タケノコの里食いながら紹介していきたいと思います。はい、袋から出してね、支柱と台座をくっつけた状態です。はい、まずはね、チョッパーからいきましょう。こちら、すっごいかわいい。しかもね、斜め上向いてんだよね。すごいね。しかもこれ、何が刺さってんのかと思ったら、これ手裏剣を投げてるポーズなんだよねすっごいね、これ何がくっついてんのかと思ってた。手裏剣、ピシャ、いいね、かわいい。後ろにちっちゃい刀いいね、よくできてるね、やっぱこれは、よくできてる。はい、チョッパー。はい、では続いてはね、ゾロです。はい、こちら、じゃん。いや、かっこいい。いいね、このゾロもよくできてるよね。いや、いい、やっぱ造形もさることながら塗装もね、ムラがないんで、ほんとよくできてる。当然だ。いやー、すごいね。いやー、ほぼほぼね、もうゾロを手に入れるがために買ったようなもんですけどね、これは。はい、いやー、このゾロはいい。私のゾロコレクション入りですね。はい、という感じの、2体となります。はい、ではね、本日はこれまでです。はい、はい、最後にね、回転台座に乗せてお別れしたいと思います。短いですけど、ご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録
あといいねね、あとコメントもいただけるとありがたいです。ではこの辺でご視聴どうもありがとうございました。